イナブの戦いは、十字軍国家アンティオキア公国及び、ニザール派の連合軍と、ザンギー朝とブーリー朝の連合軍との間で起こった、戦い。この戦いにより、アンティオキア公国は君主を失い、イスラーム側の勢力は、地中海に達した。第2回十字軍の際の連合により、ブーリー朝のムイヌッティーン・ウネルとの関係を強めた、ザンギー朝のヌールティーン・マフムードは、来た。 シリアでの彼の権威を格好たるものとすべく、アンティオキア公国への攻勢に出ていた。いくつかの小競り合いの後、ヌールティーンは、ウヌルに援軍を要請し、大規模な攻勢に打って出ることになる。ヌールティーンはまず、ハーリムとアパメアを攻撃して、アンティオキア公国に圧力をかけ、その上でイナブの城塞を包囲して、レーモンを戦場に引きずり出した。 この戦いにはヌールッティーン率いるザンギー長軍のほか、ウヌルが派遣してきたサルハドのアミール、ムジャーヒドッティーンブザーに率いるブーリー長軍も含まれており、騎兵だけで6000を数えた。一方、アンティオキア公国軍は、クルド人、アリーイブン・ワファー率いるニザール派の兵と連合し、不評戦、騎士400を揃えて、イナブへ急行した。6月28日、アンティオキア軍の接近に伴い、 ヌールティーンは一時的に兵を引く。レーモンはヌールティーンが引いていったのを見て楽観視したらしく、安全な場所まで交代せず、平野での八重を選んだ。しかし、ヌールティーンは実際のところすぐ近くに潜んでおり、敵の数と陣地を把握して夜間に引き返した。翌29日、夜明けと共に戦闘が始まり、包囲されていた上に奇襲を受け、 さらに敵方より貨幣であったアンティオキア公国軍は、ヌールッティーン軍によって、くもなく、打ち破られるところとなる。この戦いによって、アンティオキア公レーモン、アリーイブン・ワファーは、共に打ち取られ、アンティオキア公国軍は改装した。レーモンは首をはねられ、その首は、銀の箱に詰められて、バグダードへ送られたという。ヌールッティーンは、アルカルはアルファルと呼ばれる一種の偽装退却と、 反転攻勢を得意としており、イナブの戦いはこの戦術を大規模にしたものと見ることができる。ヌール・ティーンはこの戦いによって、アパメアとハーリムのダッシュを確固たるものとし、地中海で水浴びをした。イスラーム側の勢力が地中海に達したことを示したのである。また、君主と領地を失ったアンティオキア公国は、この後のザンギンイとブーリーイのダマスカスをめぐる、 駆け引きに関与することができなくなってしまう。また、イブン・ワーシルによれば、この戦いでの活躍によってシールクーフは、ヌールティーンの信頼を得たという。アスブリッジ、トーマス、ザ・クルーセズ・アリッサフ、に聞いた、ニューアード・ジーにイブンアル・ゴラ・ナシー、HAR ・ g v 役。ザ・ダマスコ・クロニクル・オブ・ザ・クルーセズ、ありがとうございます。